はい、どうも。たまにもし自分が生まれ変わって別の生き物になれるんやったら、どんな動物になりたいっていう質問がありますが、僕は人間でいいです。ワイワイと申します。よろしくお願いします。っていうか、このシリーズはすごい長くなりましたですね。今回で14とか15とかそこら辺なんでしょうかの動画になって、まだ一向にね、終わりかけかななんていう風に思わせない素振り、これはすごいなと。赤炉結構ボリュームたくさんあるななんて思わされてるんですが、まあ、前回は最後の最後でですね、自分の義理のお父さんというか育ての親ですね、おじいちゃんが現れました。そしてそれと戦おうというところで、動画終了という、非常に気になる終わり方だったかというふうに思うわけですけれども、今回はもちろんその戦いを冒頭に収録しまして、まあそれはね、勝つところまでやるわけですけれども、果たしてどれぐらいの数で勝てたのか、はたまたですね、実は今回の動画の最後の方にもう一体大ボスが待っております。ワイワイはどんな大ボスと戦い、そしてどれほど戦いの数を重ねたのか、ぜひご覧いただければなと思います。ではどうぞ。うわ、かっこええ。少しは成長しておるようだな。やろうか。やろうか。もう神よ。おお、かかってこいよ、お前。お前の命、その剣もろとも切ってやるな。よーし、いよいよ始まったな。体力2個あんのな。大忍びフクロウか。おいよ、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 あ、お前ちょっと待って、動きを乱せ、動きを。ごっつい系か、お前。まあ、ごっつい系っぽいな。はいはいはい、処理系も掘ってきますよ。で、ここ立ち筋こうなって、ビョーン。うわ、すごい、カタン言うたもんで。はいはい。お、何それ、何それ、金薬って何。いや、そんなん俺に決めさせてや。なるほど、あの後好きな。分かった分かった。で、狙い目は少し、あれ、禁約されてる。ちょ、いや、禁約すんのやめて。禁約だけは勘弁して、マジで。うん、ふざけやがって、お前。いつまでも親気取りやがってよ、この野郎。子はいずれ親から立つものよ。お前ちょっと待てよ。親っていうかさ、お前まさかお蝶勝負した時に、あか、よけられへん。お蝶勝負した時にお前最後さ、勝った後に俺の背中突き刺したお前ちゃうんかっていう気せえへん、これ。ちょっとやめて、やめて。おお、だってあの時に突きしてきたんでしょ、後ろから。あれ多分こいつのこの戦い始まる前のあれなんちゃう、突きなんちゃう。まさかじゃあ俺の敵討ちってことになるんか。お前ちょっと待て、この力パワー関係、お前もしかして第二形態あるやつか、お前。おい、ちょ、待ってくれ。俺がこんな簡単に一匹目が倒せそうな頃合いということは、お前さては、第二形態の予感してきた。あ、ごめん、まず一回目無理やった。もうええって、またこれ見せられるの。このちょっとアメリカのクォーターみたいな顔また見せられんの、俺。いや、おじいちゃんも上手やと思うよ。おじいちゃん上手な方、このゲーム上手な方やけど、でもごめん、それでは俺に勝てへんわ、悪いけど。なんでやと思う、おじいちゃん。なんでやと思うって。う、例えばボクシングで言うたら、ヘビー級とストロー級っていうのがあるの、おじいちゃん聞いて。それどういう意味か分かる？格が違うっていうこと。それ確かにおじいちゃんはストロー級だから強いかもしれないよ。でもヘビー級のヘビーパンチには勝ちゃしねえの。それと比べたらおじいちゃんのパンチなんかもあれやん、コンソメパンチみたいなもんやん。コンソメパンチやん、おじいちゃんのパンチなんか。ちょっとスパイス効いてるぐらいのもんよ。そう、ダーンで、ここ隙あり、で、こうやろ。もうおじいちゃんのパターンをもう悪い読んだで、俺。こうやろ。はい、で、これガードして、で、もう一回手裏剣パッピャってきて、ドーン。ほら、もう全く同じやもん、おじいちゃん。あ、ちょっとここは逃れたが、大丈夫大丈夫。はい、こうやろ。次、はい、もう終わり。はい、ほら、よし。ああ、もう金薬入ってもうた。マジか。ちょっと待てよ。お、やめてやめてみたんだ、やめてやめて。あ、なに、待ってくれ。いや、いいわ。苦しいぞ、狼。すいませんでした。ちょっと回復だけ待ってもらっていいですか。回復、あ、回復でき、禁約状態になってる。どうしよう。ちょ、この禁約状態だけなんとかしてもらえません。それはちょっとよろしくなくない、さすがに。袋、
うわ、なんか変わった。サンなってる。なんだお前、サン掘んの。おお、こしゃくなまねするなお前。俺も小さい頃はお前あれよ、おばあちゃんになんかちっちゃい巾着袋、ガンモみたいな、ガンモみたいな中に小豆、カッサカサの小豆みたいな入れたお手玉みたいなやつをよう、もうたわ。の話やね。待って、これ毒消しを使う余裕さえにしようか。俺やめとくわ。もうあれっきりよ。もうこれっきり、これっきり、もう、いや、お前やか。なあ、桃江ちゃんいう風に言うと、お前なんか、これっきりですかーや。のう。わからんか。平成生まれにはなかなか、ちとわかりにくいよ、のう。うわ、ちょっと待って。回復の隙疲れた。そう、つーとか言うて、ああ、なるほどな。俺が生き返るっていうことじゃなくてな。でも、残念やけど、もう終わりやで、おじいちゃん。ほんまにもう終わらせて、俺。第2形態があると、お前、俺は思ってんねんけど。その見越し、その期待は外してくれ、ジジイ。よし、フグロよ。お前のせがれもでかくなったろ。親に面倒を見てもうたせがれは、大きくなって親の面倒を見る。それが世の定めよ。大忍び、服、え、なんやそれ、なんやそれ、お前ちょ、締まり悪すぎるやないか、お前。ならばもう一度言おう。でかくなったせがれは親の面倒を見るもの。だからこそお前に引導を渡してやろう。我が父大忍び袋を取ったり。今年お返しいたす。見事。待って、油断すんな、油断すんな、油断すんな。あれ、鬼物に対して支配。お、トコザクラの抗議。トコザクラの乾いた抗議だ、抗木だと。義父が手より持っていたもの。ほう、トコザクラは、この城の近くにあった唯一の桜という、常に咲いている桜ってことですよね。持ち出したのが、じゃあ、義理のお父さんやったってことなんかな。なんかもしれないですけどね。まあ、第二形態なかったということで、まあ、思ったよりも早くというか、2回目なのでしょうか。倒したことになってはしまいましたけれども、最近私どうしたのでしょうかというような、あ、自分がちょっと信じられないなという気持ちなんですけれどもですね。はい、これ使わせていただいて、で、まあ、一応休憩しておきましょうね、ここでね。で、回生の力も3つにして、回復もいっぱいにしまして、ここでそろそろというか、慶喜ということですか。え、これが最後のボスってことか、もしかしてっていう可能性ある。あ、慶喜、ちょ、エマごめんな、お前も喋りたいの、俺とな、喋りたいの。せやけど、まあ、ちょ、俺こいつ喋るわ、先に。大丈夫か、慶喜。狼。あ、ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。狼、なんで俺が喋ってる時にお前口動いてんねん。父がこれを持っていました。これは床桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのかみたいね。はい、うん、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああ、めっちゃこっち見るやん。そうだな、狼よ。すごいな、腹話術師みたいになってたもんな、もう今俺な。え、で、もう、え、まだなんかないんすか、吉信。シャキッとせねば。レタスみたいにな。狼よ、うん、私の方も調べが進んだぞ。ああ、そう。きっとこれが、うん、最後に必要な甲の材料だろう。やったよ。それは流因の巫女の血。え、つまり私の血だ。え、どういうこと。クロウ様の血ですが、うん、それは流れぬはず。え、ああ、流れへんの。流因の巫女とはそうしたものだ。ほう。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。もう何か血を流す術があるようなのじゃ。血を流す術。これをそなたに渡しておこう。もう来たのか。一回長生の日記。香炉の上でタケル様が刀で腕を切っておられた。うん、
だが不思議なことに傷は瞬く間に癒え、血は梅雨ほども流れぬご様子。あれなくば、お血は流れませぬ。巴殿が言われた。あれとは一体何のことであろうか。さて、うん、我が血を流す術いかに調べたものか。どうやろな。電車とかで引いてみる一回。じゃあどうでしょう。ああエマ、うん、うん、クスシならば人の体に明るいか。そうやな。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。クスシって薬剤師って言わへんのかな。じゃあこの人らクス剤師って言うんかな。やってエマ、話聞かせてくれへん。エマ悪いねんけど。タケル様が故郷より持ってこられた床桜、はい、その枝を倒り、うん、花を持ち去った者がいます。と、おとんやってん。それ花をなくした床桜は、はい、やがて枯れ果てました。そう、僕聞きましたよね前に。床桜の木、はい、そのものが失われてしまったのです。はい、知ってます。それは、はい、それは知ってるんですけど、そうじゃなくて、かつてアシナに、あ、はい、我が子道元の杭、だいぶ一方的ですね。でも晴らせたのならば良い。コミュニケーションが、うん、ちょっとコミュニケーションがカンバセーションになって変わる前なので、今エマじゃないのかなっていう気がしてるんだけど、どうなんですか。エマ殿に、うん、桜の木を聞きました。はい、聞いていました。もうすでに。どうじゃった。その桜は、うん、トコ桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜。じゃあもうここやねんか、聞いたやん自分で。ですが、うん、今はもう枯れて残っておらぬようです。そう、それが持ってんやろ。そうか。おとんがちゃうの。ですが、はい、何者かが、うん、床桜の枝を持ち去ったと。だからあなたが持ってるじゃないですか今、うん、はい。誰がそのようなことを。っていうかもうあるんで現物そこに。ちゃいます。失われたものはどうにもならぬ。いやだからあるじゃん。え、何なんですかこれ。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ギョイ。え、いや、ギョイじゃなくて、お前持ってるやつはこれ渡したんじゃないのこれ。巫女様。いや、源の。いや、なんかいっぱい持ってるな、お前。いっぱい持ってるね、それがし、お前は。おぉ、やはり落ち谷に咲いていたか。ああ、はいはい。ヤシャサルのやつね。落ち谷の奥に。うん。我が血を流す術。クスシのエマ殿ならば、うん、いやだから何か分かるやもしれぬ。そういや、クスシのエマ殿は、じゃエマ殿は何も分からへんって言って、エマ殿のコミュニケーションがカンバセーションに変わる前で全然一方的なんです。この人、私が聞きたいことを話してくれないんですよ。お主に尋ねたいことがある。あ、はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。うん。何故それを求めるのですか。戦況に、うん、竜の涙を手に入れ不死立ちを果たすためやねん。そのためには、うん、巫女様の血がいるのだ。ほんま、一生のお願い、一生のお願い、エマ。確かに竜院の巫女の血は、うん、尋常の方法では流れません。やろうね。ですが、うん、あなたはそれをなす術をお持ちです。え、何それ、わからん。不思議りか。はい。あ、そうなの。こちらを。近鉄沿線で引くんがや思ったんやけど。不思議りがあれば我が血を流すこと叶うはず。流飲立ちの神変化、死変化。血を流せば甲が完成し、戦況に行ける。そうすれば不死立ちもできるだろうと。ほう。タケル様が記されたものか。あ、そう。はい。不思議りならば、流飲の巫女の身に傷を負わせ。うん。血を流すことも叶うでしょう。はい、分かった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。うん、はい。それが終わった時な、お前あれするわ。お前あの和歌山の戦場時期でお前にちょっと話したいことあるから待っといてくれや。ごめん、おじさん来たよーって。おうかでござる。うん。エマ殿に話は聞けたか。うん、聞いたよ。はい。どうじゃった。ん、何か分かったか。綺麗言うて言うて。不思議りならば、うん、叶う。が来たえ言うて。そうか。うん。不思議りならば私の血を流すことが叶うのだな。そう。はい。これで甲の材料は全てであろう。
狼よ。うん。こうタクトしよう。ギョイ。え、切らなあかんちゃうの？こうタク、え、切らんでええの？お前、俺。言うといてな、俺。真っ二つにしてしまうかもしれん。それがそのままやったら空気読まへんか、こいつ。ん？あ、すごい。なんか入れた。巫女様。狼。うん。不思議よ。そうよな。うん、お前気ぃつけろよ、それがし、お前。案ずるな。うん。深くは切らぬ。いや、それ俺次第や、そんなもん。不思議よ。うん。抜いてくれぬか。頼むぞ、それがし。はい。すまぬが、目を閉じてくれ。何言ってんねん、お前。目、は？は？って言ってるやん。もう良いぞ、狼。大事、ありませぬか。どう来たお前。大丈夫。胸のあたりを少し切っただけだ。なんでよりにもよって胸やねん。手でええやろ。なんでそんな。源の好奇か。何やら。どないして切ってん。無性に懐かしい。ああ、そう、はい。どうじゃ。何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。宮本の宮。源の宮。タケル様が書き残されていた通り。おう。そこから宣教に通じているのだろうな。まあそうな。その源の宮への行き方だが。あ、場所な。はい。かぐわしく。おう。腰入れ立てまつる。香りの石が置かれた祭壇に。ああ、はい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 。あ、ウニ置いてたとこな。うん。おう。そなたは源の好機をまとっている。はい。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。あ、そうなん？伏立ちはマジか。おう。あ、マジか。頼むぞ。おう。狼よ。なんか冗談みたいだったけど。ギョイ。あ、そう。すごいなこいつ。だってこうシャッシャッって抜いてさ、一部だけやろ、この剣ひょって抜けた。これ全部抜いてへんわけやろ。それでお前胸切るって、リンボーダンスみたいにこうグッと胸からグッグッグッってこういったんかな、こうグッってグッってこう実はグーってこうやって押してたんかな、俺らが目つぶってる間に。はい、ということで私は巫舞村にやってまいりました。ここですね。ここにそのみこしみたいなね、ところがあったというふうに思います。おそらくなんかあのウニが前にバッて祭壇みたいなところにね立て祀られたって、入ってみてどっか行けるんじゃないかなんて言って、その時は行けなかったんですけどね。なんか源の好機という、まあだから匂いなんでしょうね、を私が被ったということによって新しい世界が開けていくということみたい。そしてまた不思議に間近ということですから、もうそろそろお来ましたね。その儀式ようできてるよな。でもん？何や？うお！何これ？うお！え？殺されてしまったんですけど。何これ、うわでっか、何こいつ、すごいやん。こんなやつおった、これじゃ白蛇にも負けへんのじゃ、これやったら。うわー、マジですごいな、まるでゲームやな。なんなんほんで、これ何の説明もないの、こいつに関して。止まってしもた。ん？お前ご到着ダイナミックすぎるやろ。は、固まった。なんなんこれ、誰かが操ってんのこれ。うわすごいな、めっちゃでかいよな、こうやってそれがし見たら。え、これ倒すとかはないよな、さすがに。
え、どういうこと？え、逆の手？もしかして。まさかやな。まさかの方の手のとこに入れられたやな、お前な。危ないわ。でもこれもすごいですね。なんか壮大な、非常にこう、雰囲気がね、良いような、そんな、ムービーやったというか、なんというか。こっちにアイテムなかった。光の加減か？光の加減だけか。ここら辺にアイテムあったように思う。あ、ったあった。よっしゃ。これだけ拾っといて。丸薬ね。アイテムもね、今のところなくなりそうでは全然ないので、大丈夫かなと思いますね。ちょくちょく使ってはいるんですけど。あ、あった！秘仏や。よっしゃ。じゃ、見出しといて、で、中入っていきますか。じゃあ、ここか。うわー、めっちゃ綺麗！季節外れ！ん？こっちか？ずーっとまっすぐこっち。でも、ここ引っ付けられるってことはなんかいそうな気はする。あっ！なんやん？あ、破壊層やん、これ。久しぶりやな、お前。あ、お前、形あるん？形あるやん、こいつ。おー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 おお、久しぶりその動き見たわ、お前。顔ちっこやっちゃうな、お前。ちょ、この顔の大きさ見てみんな、こいつ。え、これ何？ボス？三つもあんねんけど、こいつ、体力。初めてや。俺とタイマー張れんな、お前。俺とタイマー張れ初めてやつ。でも、こいつめちゃくそ弱いね。クソ弱いから、ちょっと倒してしまうけど。ただ、ちょっとパターンを見てみようか。っていうか、もしかしたら変わってるところもこいつなりにあるかもしれへんし、こいつなりにって。あ、ちょっと待てよ。これ今まだ様子見てるんですけど、こっちとかにさ、これ登れるんやったら登ってもいいんじゃないかなって、登る戦い方っていうのがなんかありそうな気がするんだけど、違う？こんなとこにおったらあいつ攻撃できんの？まずすみません。いた！あ、普通にやった方がええわ。よし。では、回復もちょっと使いすぎてしまいましたけれどもね、そろそろ行きたいと思いますね。こいつ一番時間かかるから、今までで言うとくけど、なんかとにかく攻撃のターンを、こっちの攻撃ターンを待たんなあかんのがすごい厄介なんだよ、こいつ。ただそれさえ分かれば、もうマジ大したことないんで。はいはい、もう行きますやん。もう悪い、サクッとカットしちゃうよ、俺ごめんやけど、しちゃう。お、よっしゃ。タバコを2本吸いながらやっと一体。だいぶ気長いやろ。ん？なんや？新しいことしてきた。おなんや、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 おい、そんな卑怯なことしてくれ、お前。おい、ちょっと待ってくれよ、お前。待って、これしかも聞かへんやん、こいつ。え、なんなん、いや、そんなことされた。うおー、よう当たらんかったな、今の。どうしよう、出てきてから回避した方がいいの。走り抜けた方がいい、これ。走り抜ける、こうやって。いや、何？どうしたらいいの？これ、現実下肢とか、そういうのが必要ってこと、これ。もう、またそれや、もう。めっちゃめんどくさくしやがってるやん、こいつ、今日。もう、こことかおったらええじゃん、これ。俺、こことかおるわ、この足、この墨で。いやー、なんでそんなことしてくんの？それが信じられへん。なんであんな無茶苦茶していいと思う、みんな。俺あかんと思うね。やっていいこととあかんことあると思う。お前しかもそうやろ。そうの分際でそんなことしていいと思ってる？なあ、みんなどう思う？そうやろ？それは回避したもん、絶対。もう無茶苦茶言うとあかんて。言うてええことと悪いことがあるて。この世の中の人間ってのはそう。言うてええことを言える人間か、言うとあかんことも言う人間か、どっちか。それでお前は、言うとあかんことも言う人間や。そうやろ？もうお前なんかそうやろって言うてたらしまいよ、お前。お前、ボケもなんもないわ。そんな顔ちっちゃいやつに、お前、ボケも一人、そこでも言えへんわ、この俺がしも、お前。俺がしも困り果てたもんや、お前なんかは。え？何やねん。食うたもん全部お前、腹にいってんけん。顔以外に食うたもんの栄養いってしもうたんか、お前は。お前、間違うて、お前、バーとか行って、お前、なんか、豆詰め合わせみたいな出てきた時に、お前、間違うて自分の顔食うてまうじゃんけ、お前、おい。なあ、そんな顔ちっちゃかったらな、おい、おい、いいよ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 。あ、おいで、おいで、おいで、もう、冷静さを欠く、俺は、悪い。もう、今、まさに俺は自分の中で冷静さというストッパーを外してしもたね、みんな。ほんまに、ごめんな、そうだった場合。最悪3ヶ月後、俺、鑑別所入ってるかもしれん、ごめんな。避けたやん。避けたもの、いや、避けたものも避けてないって言われる世の中なの、ここって。そんなに生きづらい世の中なの、今って。どう？
変えようや、みんな。みんなの力で変えていこうや。それは何も言わへんから、選挙と一緒。確かに知らん、そうかも知らん。俺の一票ってのは、たかだか 1億人のな。言うたらなしで、言うたらならしの人数の、その分の1かもしれん。せやけれども、何もせえへんことには何も変わらへんってことと一緒よ。みんなで変えていこう、この世界。避けたもんは避けた。な、超えたからかに俺はそう言うていく。避けた、ほら避けたやろ、それは避けたやん。よっしゃ、おい、次次、はい、ジョーン。ジョーン、避けた避けた、ほら、どう避けた、はい、避けた避けた、俺は避けた、はい、ほら避けた、そう、避けたもんは避けたで撃てこう。避けてない、今のは避けてない、ごめん。それは俺避けてないもんまで避けたとは言わんで、悪いけど、そんな間違えたことは俺はせえへん。せやけど避けた時ぐらいは避けたって言わしてやって、そんな世の中にしていこうやってことや。俺悪い、奈良市長選出たらそう言うわ。俺は避けたもんは避けたって言うって。避けてない。まあ、こうなったらもうクリアできるもんもクリアできへん。悪いけど、もう何にも集中しないの。これ最後だけでいいねん、こういうの。もうしゃべることに集中して、ほとんど攻撃に集中してない時よね、最後は。それさ、お前さ、これそれやった瞬間さ、ヤッハ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 ッって言うやん。なんなんお前、殺戮を楽しんでんの、もしかして。そうのくせに。それはな、一つ言わしてもらうと、間違えてるで、ほんまに。それ小さい子がもし見てな、あ、そうってお坊さんってそういう人なんやって思われたらどうする。じゃあなあ、あ、そうなんや、お坊さんってあれ墓見てめちゃめちゃ笑ってんねん、墓見んの好きなんや、だからあれお坊さんって寺やってんや、そう思われたらお前どうしてくれんの。一生懸命な、お経を覚えて、でそれで呼んでくれるな、七回忌を呼んでくれる お坊さんもおるや。年いってもう目もあんま見えになってな、何言ってるかよわからへん、同じこと繰り返してる時もあるかもしれん。それでもな、お坊さんっていうのはそういうの供養すんねん、仏様を供養するっつうことでな、お坊さんっていうのはいんねん。それはお前みたいな、そんなもんお前、ヒャハハハハハって、お前小さなその頭というパッケージにあかん薬しか入ってへんのか。お前でもお坊さんなれんねんと、俺でもお坊さんなれるんちゃう、悪いっていうか、お坊っていう名前やったらお坊さんってなるんちゃう。何の話してんの、どこまで話は膨らんでいくねん、膨らみを見せんねん。いやもうだから避けたって、そのさ、ほんまにそういうのマジでやめた方がいい、お前後でオースカ食らうで、お前オースカ食らうで、マジで。そういう生活ですよ、ほら、そういう風な生き方ばっかりしてたらマジで痛い目見んのは俺じゃない、お前やで。だから俺言うてあげてんねん。確かに余計なお世話かもしれん、お前からしたらな。やけど俺はそれを言うことをやめられへんねん。なぜならお前はかわいそうやからや、そんなちっちゃい顔でな。それでも一生懸命飛び跳ねて、そんなよくわからない、なんかなんていう呼び名かも知らん刀振り回してるわけや、お前。そやろ、切れるとこ腐るほど多いような刀振り回して、お前手広すんのも大変やん。だから俺言うてあげてんねん、もうやめといた方がええでって、ええ加減にしといた方がええよって。どうですか皆さん、そうでしょ。っていうかさ、お前よくよく考えたら、そのさ、なんかお前あれやんか、お手拭きみたいなとこからお前髪の毛出てんじゃん、それは。お前お坊さんのくせに髪の毛生やしてんけ、お前。お前なんやねん、やりたいことしたい放題か、お前。やりたいことしたい放題の、そうなんだ、お前聞いたことないぞ。俺はやりたいことを抑制してな、欲というものを自制していって初めて見えてくんだよ。だから修行するわけだよ、そうっていうのは。それをお前は何よ、髪の毛も伸ばしたい放題、顔もできるだけ小顔にってか、お前は女子高生か、なんやねん。そのお前あれか、ほなお前そのスカートの、お前ギャザー入ってるスカート履いてんけ、ほなお前。俺はそれ衣装や思ったけど違うんけ、お前。あー、そんなことするやつはごめん、もう許せないね俺。悪いけどもうごめん、これ勝っちゃうよ俺。もっと喋りたいけどな、俺ほんまはお前ともっと喋りたい。でもほら、もうこういうことしてくるもん。もう別にええわ、霧が出んのはええ、この黒いもみじはなんやねん。もうあかん、もうこうなったらもう走っていくしかない。お前とかどこに山張って、それあいつすごない、逆にすごない、あいつ山張ってねえで俺の移動する場所に。ていうかそもそも山張るってなんやねん、ピップエレキ版みたいに言うな。ええやん、オッケー、楽しなってったわ。逆におじさん言いたいこと言える時間できたわ。ほんなお前にな、お前も昔は勉強できたんかな、なあ。ほんでお坊さんだろう思てな、多分親に負担かけやんとこう思てな、小さい頃はお前も頑張った、そんな時の自分をちょっと見直してみろお前。それを見て今どうよ、そっから頭一つでかくならんと思う。え、逆にお前の性格が頭でっかちやわ、ちゃうか。あかん、余計なこと言うことに気そられてもうた。よっしゃ、これでしまいや。なんでやん、消えんなよお前さ。自分の体力見てやってるやろ絶対こいつ、自分の体力を見てやっているよ。
3回連続で来るから、あと1回来たとしたらどっから来る？前から来た、もう1回前から来る、でジャンプしてくる最後、これ OK ナイス、よし OK、 これで終わり、 OK 第2形態制覇よ、よしここ付き合い、はーい、よし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 、さあラストどうしてくるかな、こっちもなかなか回復がない状態だよ、お、不思議か、不思議、違うか、え、何、何、そんな気持ち悪い、4、5、 OK、 その 5回転出してきたかただでさえちっちゃい頭のそのうわ何それお前、気色悪いなお前、なんやねんその技、新しい技出しやがってお前、なんで無我で頭から出てきた方が強いねん、なんやねんそれ、めちゃくちゃか、もうまた一から覚えながらやんけ、もう、うん、じゃ一回普通に戻ってや、正気に戻ってや、それなんなんて、それは何、いや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 、地べたってことで いいのそれ、うわほらうわー言うてなんか出してくんねんけど、そんなもん入ったんそれ、あ、ミスター前行ってまうねん、いや癖で前行ってまうねん、そこ俺ごめんやけど、ほんでまたこっからへんねん、みんなな、素晴らしいやろこの世界って、みんなみんなが生きてる地球ってそういう世界やねん、よし何回か分からんけど、まあ頑張っていこう、何度でも何度でもチャレンジしよう、チャレンジ、よっしゃ、回復8残して回生1残し、今までで一番いいペースで来ているけれども、問題はこっからですからね、こいつ逆にもっと時間かけてもいいかなっていう俺の読みやねん、まずこの距離が遠くなってきた時はこれして、で飛んでくる時があるんだよね、これじゃないな、あ来た、2、3、4、5で ここは一回切っといて回避して、で距離が遠くなったらお蝶の区内でそろそろ危険ってやつ出してくると思うね、その危険がある意味チャンスなんじゃないかと思うんだけど、出してこい、これこれ、ここの時にこうやって一回切って逃げるっていう、ちょっと当たっちゃったけど、これをじり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 するしかないんじゃないかなっていう気がしている、元やジャンプ避けて切ってなんとか、よ、受け、うーわこんなことがあんのか、仕方ない、もうちょっとやねん、マジで頑張るしかない、1時間半の集大成ここで見せるぞ、集中力、3、4、5、切って逃げろ、よし避けて切って、よーし、あと人たちまで来た、よくもまあ1時間半も冷静にいこう、やってくれたもののような破壊層、今度は貴様が成仏するわよ、女子高生小顔破壊層虫入り、取ったり、あもう近い、いつもやねんこれ、いやーでもねこいつ、お、なんや、竜の割り符、これを持っていると商い人から買うことのできる品目が増える、商い人にも格がある、古いしきたりでは竜の格のものとは、宮に認められた市場の商い人としてされると、ほう、まあ、だから VIP の証みたいな感じや、いやこいつはねすごい時間がかかるわ、あのこ多分戦っている回数としてはそんなに多くないんだけれどもこのね3回っていうあの回生が本当に面倒くさいというか大変な敵でしたけれどもね、まあその分ね倒した時のやっぱりこう達成感っていうのはね計り知れないものありますけれども、まあまあ結構おどうでしょう、上位とは言わないかな、でもな今までで言うと全然それやったらまだお蝶の方が死んでんじゃないかなっていうまあ慣れの問題なんでしょうけれども、そして私はいよいよお源宮というところに来たのかなと、すげえなこれダムみたいになってんねんな、ここほー、滝のこんな麓のところって非常に危ないと思うんですけど、そんなところに町を構えたこの源宮にお邪魔してみましょうか。さあということで今回はなんと自身初のですかね、大ボス2体狩りと
おいうことで、まあいよいよね、源宮というところに足を踏み入れるとおいう終わり方だったかなと思いますが、まあ最初のフクロウ戦ですね、非常にこうラッキーだったのか何だったのか、あんまり山場もなくおじいちゃん倒してしまって、最後の破壊層のところなんていうのはね、まあずっとぶっ続けでやってたもんですから、非常にこうスタミナというか集中力切れててね、まあもう言葉の方が非常に攻撃的やったのかななんて思ったりはしますけれども、まあなんか久しぶりにね、昔の私の鬼畜ゲームのノリを思い出したななんていう今回でしたが、次回は次回でまた一つ新しい敵が出てまいります。果たしてどんな敵なのか、そして源宮とはどういう場所なのか、ぜひご覧いただければなと思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。